はい、こちらはサイアムといって、バンコクの中心部にあるサイアムパラゴンという高級ショッピングモールになります。でこのようにマスクの在庫はかなり豊富にありまして、このようにデザイン性があるものからちょっと高品質なものまでたくさん揃っています。もちろんハンドジェルであったりフェイスカバーなんかも、たくさん売られています。でこちらは子供用のマスクになるんですけれども、ワコールですね。タイにはたくさん工場がありますので、このような高品質の子供用のマスクもたくさん在庫があるような状況です。はい、こちらは、除菌系のグッズですね。もう見るところかなり量があります。在庫があります。で持ち運びができる小さいものから、家庭用業務用の大きなものまでたくさんあります。価格は日本円で300円から1000円前後のものが多くあります。このように日本語の表記があるものからデザイン性の高い布マスクもたくさん在庫があります。1枚あたり70バーツから100バーツですので、だいたい300円前後の価格となっております。こちらはドアノブを触らずにドアを開けることができるようなグッズですとか、こちらは指の先につけるタイプの指サックです。こちらは携帯用の紙石鹸がたくさん入っているものになります。こちらは携帯用にマスクを持ち歩くための入れ物で、このようにハンドジェルだけじゃなく様々なコロナウイルス対策用のグッズがバンコクには多く販売されています。こちらは携帯用の体温計ですとか、その奥にあるのがスマホを除菌できるものグッズもありますね。こちらはエレベーターのボタンを押すような状況の時に使う棒になります。バンコクの中心部にはこのように道端でマスクを販売している方も多く見受けられます。こちらはサイアムの隣チットロムにあるタイでは有名な大型ショッピングモールセントラルワールドです。日本で有名なアワハンドソープキレイキレイをはじめたくさんの除菌グッズがあります。このように今手袋ですとかマスクが安く安価に単体で売られています。1枚150バーツなので、500円から700円800円ぐらいの高級マスクも1枚単位で購入することができます。このように60バーツなので数百円で買えるマスクも単体で購入することができます。このように通気口がついているようなちょっとしっかりとした作りのマスクもあります。飛沫感染を防ぐように透明のシールドが付けられた帽子なども多く売られています。1つあたり日本円で約1000円ちょっと、帽子タイプのものからサンバイザータイプのものもあります。スワンナプーム空港と街中を結ぶ電車エアポートリンク
の駅、パヤタイ駅にあるこちらはマスクの自動販売機です。スクリーンをタッチして購入することができます。1枚あたり25バーツのマスクやハンドジェルが販売されています。